シャドウに気をつけろ。転がり落ちるぞ。相変わらずすげえ坂だぜ。普通の車では登れない急勾配、まるで崖だ。車両用のエレベーターは別にある。ここは非常用だ。滑り落ちて死んだら笑えるの。我々にその心配はない。地下の倉庫にギガンティックアンローダーがあるはずだ。それを探す。それは何です。非常電源はまだ生きているようだ。これなら隔壁を開けられる。爆撃のロックを解除するぞ。きっと扉の向こうは怪物だらけに違いないぞ。開けるぞ。構えろ。お出ました。怪物だ。エイリアンだ。ヤツこんなところまで入り込んでやがるぞ。怪物繁殖場にするとは。いや、彼が好きなのは分かるが、ここは危機だぞ。最終的には担当者の責任問題にまで発展したと聞いた。その奪還に命を懸けるってわけか。毎度バカバカしい任務だぜ。ごめん。
休ませてください。ユニフォームを展開。了解。敵は何だ。私は戦士だ。家族もすでに。それでも戦うぞ。ロックを解除する。緊張の一瞬だ。警察隊が無事に敵を発見したそうです。エイリアンがいるぞ。次は逃げろ。そこは戦闘中。戦闘中。準備できています。アタックモード、リーザー。じゃあ、発生。あぶねを解除するに攻め込んでやる。そうね。故障でしょうか。リトライするぞ。開かないようだな。
方ない、諦めて帰ろうぜ。っておい怪物だ。いざ、この先だ。目的は何だ。アーケルスを倒すためには巨大クレーンが必要らしい。ならば危険を冒す価値はある。俺たちの命にも価値はあるってもんだぜ。泣き言は聞かん、黙ってついてこい。へいへい。こっちだ、早く来い。みんな死んだ。開けるぞ。これ覚悟はできてる。さっさとやってくれ。レーザーに反応がある。怪物だ。エイリアンを確認。敵の後ろに何かある。あれがギガンティックアンローダーだ。破壊しないように戦え。ギガンティックアンローダ、バルガだ。